北国新聞ニュースをお伝えします。石川県は昨日政府に対して、今月6日に期限を迎える新型コロナウイルスの蔓延防止等、重点措置の延長を要請しました。石川県ではまん延防止等、重点措置が1月27日から適用され、延長は2回目になります。昨日開かれた県のコロナ対策本部会議では？ 病床使用率が比較的低い水準で推移しているものの新規感染者の数が高止まりしていることから予断を許さない状況と判断し重点措置の延長を要請することを決めました政府は延長後の期限をおよそ2週間後の今月21日で検討し明日正式に決定します石川県は重点措置の対象を これまでと同じく、県全域にする方針で、飲食店に対する営業時間の短縮要請も継続します。谷本知事は、感染状況が改善すれば、延長期間中でも重点措置の解除を要請する考えを示しました。また、この状況が続けば、病床使用率の悪化につながると述べ、苦渋の決断だった感染者の減少に、 最善を尽くしたいと理解を求めましたロシア軍の侵攻を受けたウクライナを支援しようと金沢市の横谷成長商店街でウクライナの国旗の色にちなんだマフィンが販売されています金沢市の横谷成長商店街振興組合は毎週水曜日に青空市の 横っちょファーマーズマーケットを開いています。商店街でカフェを営む大徳裕子さんは。青空市でマフィンを販売し、ウクライナを支援することを思いつきました。大徳さんは販売するマフィンに。レモンとブルーベリーを使い。ウクライナ国旗の色。青色と黄色を表現しました。このマフィンは昨日。青色と黄色のテントを張った青空市で。 1>, 1個300円で販売され、売上げの半分がウクライナ支援に寄付されることになっています。横谷成長商店街振興組合の篠田直隆理事長は、「心の支えになりたいという気持ちがウクライナの皆さんに少しでも届けばいい。」と話していました。 人形供養の神社として知られる金沢市の安江住吉神社が初めて人形感謝祭り限定で御朱印を発行することになりました金沢市北安江2丁目にある安江住吉神社は不要になり持ち込まれた人形を毎年3月の人形感謝祭りで炊き上げを行い供養しています 人形供養を始めて今年で20年以上経つことから今回初めて神社を訪れた人たちの思い出として祭り限定の御朱印を用意することにしました発行される御朱印は氏子総代の高江茂さんが考案し神社の名前や日付「人形感謝祭」の文字とともにひな人形と桜の花をイメージした絵をハンコにして押し 桃の枝と花を描き添えましたこの御朱印は今月6日の人形感謝祭りで授与され人形の持ち込みは当日のほか前日5日の午後1時から3時までの時間帯も受け付けています野生住吉神社の菅野聡志久二は今年は原点に帰るがテーマ愛らしい御朱印を祭りの記念にしてほしいと話していました 桃の節句を前に金沢市の食品スーパーが昨日社会福祉法人希望が丘にひなあられなどを送りました金沢市三六町の食品スーパー三崎ストアは1992年から金沢市大池町の社会福祉法人希望が丘に桃の節句に合わせた寄付を続けています今年も会社を代表して三崎千鶴さんが 昨日、希望が丘を訪れ、108人分のひなあられとスポーツドリンクをはじめ、3つの店舗に設置した募金箱に寄せられた10万円を贈りました。寄付を受け取った希望が丘の里見秀幸理事長は、利用者が毎年楽しみにしている感謝の気持ちでいっぱいと話していました。生活に困っている家庭などに届けてもらおうと、 金沢100万国ロータリークラブは、昨日支援団体にお菓子を寄付しました。金沢100万国ロータリークラブは、生活に困っている家庭などを支援する活動に取り組む4つの団体に、合わせて84世帯分のお菓子を用意しました。このうち、金沢市石引四丁目の売行会には、ロータリークラブから中島幸運会長など3人が訪れ、 大塚智理事長に支援対象の9世帯分のお菓子を手渡しこれからも頑張ってほしいと激励しました海岸の動植物や女性を題材にした写真展が津幡町の県森林公園で開かれていますこの写真展浜辺と人とでは河北市浜北に住む写真愛好家 桶作正富さんが撮影した作品36点が展示されています会場には魚を捕まえる純絶滅危惧種の猛禽類ミサゴや美しく咲く浜ひる顔など浜辺の動植物のほか浴衣姿などの女性をフィルムで写した写真などが並んでいますこの写真展は今月30日までつばた町の 県森林公園インフォメーションセンターで開かれています北国新聞ニュースをお伝えしました